まだ見ぬ珍を求めて、珍のマイスターようちゃんが夜間一マニアックなバンちゃんと共に、その地域独特の珍を探し回る放浪記、バンちゃんようちゃんのさすらい珍道中。さあ、草津市役所にやってまいりました。今回のさすらい珍道中はこちらです。じゃん、第48回草津宿場祭りということですね。今回、姫行列の私殿様役の役をいただいてしまいましたということでですね、今回は宿場祭りの模様をバン君に密着取材してほしかったんですけど、バン君なんとお休みということで、バン君宿場祭りの模様を一日しっかりとお届けしたいと思います。それでは殿様頑張ります。さあ、着付け部屋にやってきました。なんとこんな感じでですね、豪華な衣装セットを用意していただいております。井筒企画さんですね。刀はすごい重たい。じゃあ今から着付けしていただきたいと思います。いや、宿場祭りといえばね、僕が生まれる前からあるお祭りで、昔はね、なんかやってはるわって感じでしたけどね、やっぱりこう一歩前のみで参加するといろんな方に出会えて嬉しいです。はい、真面目じゃないですか。神妙な始まりやな。えらい真面目じゃないですか。ちゃんと着付けやっていただいてるんだな。これプロの時代劇の人ね。はい、うわ、めっちゃフィットしてる。おー、はい、ギューって感じです。だいぶ本格的ですね。本格的やな。はい、ギューってされてるから。あのおもちゃのズラとちゃうな。全然違いますね。すごい。わ、すごい。決まってる、決まってる。役者さんになってるわ。ほんまですね。うん、はぁ、びっくりするな。目がめっちゃバッチリしてる。ちょっとオカマっぽいのが気になるんですよね。え、そんなことないで。いや、全然時代劇の人って感じ。怖んない。暴れん坊っぽい。暴れん坊っぽい。暴れん坊やけど。これは大変やな。おぉ、まだまだ、ほんでずらかぶってへん。あ、これ、はい。ズラ待ちですね。ズラ待ち。綺麗ですね。でも逃げてくれる。あ、ほら、だいぶかかるね。結構時間かかりますね。さあ、いよいよ始まりますよ。草津宿場祭り。かぶった、あ、かぶった。かぶってる、かぶってる。爆発装着です。37年間、草津に生まれ育って初めての参加です。思う存分楽しみたいと思います。僕が何役やったっけ。家持ち、あずめさん、あずめさん、どうですか。あ、たくさんの人がいらっしゃってて緊張してきました。あずめさん、くれ、暑ない、重たない、暑いです。めっちゃ、めちゃくちゃいい生き物やで。一番いい生き物やで。頑張ろうな、今日頑張りましょう。一歩一歩と行列を作って街道を歩いていただくことになっておりますが、まずはこの場におきまして皆様方にお披露目でございます。おー、りーしりりし、徳川幕府14代将軍正室の和宮と申します。港祭りを楽しみと存じます。これより民と町の様子を見に参りと存じます。徳川家持ち公、お願いいたします。向上した。余は徳川幕府14代将軍家持ちである。今日の出迎え大儀である。この草津宿場祭りが各もにぎにぎしく開かれている段、まことに執着である。草津宿の主殿には今後も町衆とともに暮らしやすい町づくりに慢心されること頼みいる。今日はこれより街道を歩き、草津の皆のことを直に見ておきたい。草津宿の繁栄がこれからも続くよう心から願っておる。今日は共に祭りを楽しもうぞ。全部映さんかい。ありがとうございました。お見事、お見事、お見事。
そうか、民を見るという設定なんだね。そうなんだ。汗かいてしまいました今。あ、すごい。なんかなんかいやこれでもね、時代劇の衣装ってほんとしんどいよね。そうなんですよ、もう肩凝りまくりました ね。なんか草津版の時代祭りやね。ほんまやね、ほんまや、時代祭りよ、ね、はい、この日ちょっとまあ8万人ぐらい人が来たと言われてますね。すごいな、すごいな。お三方はもう一緒の車に乗るんですね。あ、そうですね。おお、なんか貫禄ありますね。はい、これね、あんまり手振ったりすんな言われてたんですよ。ああ、そうやろな。へえ、やっぱ殿っぽく見てんねんからね、はい、民衆はな。へえ、完全にお殿様なりきってるんで。かっこいい、かっこいいですね。横だね、横。ちょっと何これ、ファミリービデオ何やろ。ええー、しんどい。語学も入ってるよ、バンク。これそうなんですよ、これバンク上やっとしかないですよ。生島すごい、この祭りすごい華やかですね。どうやったらよかったよ。ちょっと待って、ちょっと待ってどうやった、トモ、トモブリは。トモブリも最高でした。何やねん、これ。カット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 。もう評価決まったな、これは。こう笑顔で手を振ってくれるっていうのが一番こう元気になったね。ええ街やな。チンを求めるさすらいは続く。いやー、なんやこのファミリービデオ。忘れてた。びっくりやわ。いや僕もあんな撮ってるって知らなかったっすよ。いや僕もあんな撮ってるって知らなかったっすよ。こんなオンエア先頭してくれ。ほんまや。びっくりしました。ということで草津の婚姻率を上げております。いやでもあれしんどかったでしょ、正直。そうなんです、衣装重たいですしね、ずっとこうやってピシッとしとかなあかんので、ね、肩めっちゃ凝りましたわ。殿がダラダラできへんしな、ね、いやでもたまにね、近所のおばちゃんとかも、ようちゃん言うて来てくれはるんですよ、その時もすげえかっこいい。どうしたなりきってるやん。将軍やもんね、なりきってました。いやなかなか面白いお祭りでしたけど、あれ、殿になろうと思ったらどうしたらいいんですか。あれね、ちゃんとしたオーディションがあるんですよ。オーディション、はい、多分あの殿だけでも6、7人来てましたし、篤姫さんでも10人とかなんで、いろんな役柄あるんですけど、総勢100人以上の方がオーディションに参加されて、じゃあそれを勝ち抜いたということ。そういうことなんです。決してコネでなったわけじゃない。コネではありません。誰でもなりません。だから皆さんもし来年の宿場祭りでああいう格好したいっていうとね、オーディション受けていただいたらいい。来年はあなたが殿かもしれません。おー、すごい。さあこぼれ落ち見てみましょう、こちらです。あ、ビアカンメンバーもいろいろ駆けつけてくれたよね。そうですね、まあ、ひとみちゃん、星川、で、荒川大ちゃんに、はい、以前取材でお世話になった太田酒造さんね、はい、まあ、大した意味はないんですけど、まあ、おったんで写しときました。何やそれ、何やそれ、鼻の下伸ばしてるようちゃん応援しに行ったらひどない？ええ感じのパパパパ。星川なんか近所の人たちに、うちの大道が殿やってるんで言ってます。うちの大道、うちの大道、嫁んな殿が。いやでも来年はほんま琵琶館で参加するとかいうのもいいかもしれないですよね。さあ、それでは大中小挙げていただきましょう。せーの、ドン。お大大大大大。あれ、そうよ。何がお気に召さなかった？もう、私物化しすぎやね。以上、珍道中でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もっとピラカー。